ビデオを借りるたびに僕は差し出してたよ、体を。これ見てたらお願いします。今回は、はい、アプリにあったトークテーマルーレットっていうのでちょっと僕たちをお答えしていきたいと思います。じゃあこれルーレットでスタートをしてストップしたら、はい、お題が出てきます。お題、はいはいはい、じゃあカリレちゃんからやっていきたいと思います。あ、もうどうしようもない話でございます。お付き合いください。ビル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 、早く押して。最近ハマってること、最近ハマってること、ごきげんようみたいなごきげんようみたいな感じ。ごきげんようみたいな。最近ハマってることだって。自分は今ダイエット。まあダイエットね、誰も求めてないけど、痩せたと思いませんか。でもなんだろうね、痩せてる姿とか求めてない。失われちゃう、失われちゃう。今個性死んじゃう、個性死んじゃうよ。すぐ太ります。少々お待ちくださいませ。そうだよ、何が売りだか分かってんの自分。別にあんたにかっこいい人とか誰も求めてないからね。ねえ。うん、じゃねえ。はい、次。はい、はい、はい、はい。てるるるるる。今一番欲しいものは何？今だよ。一番欲しいもの。猫。男の猫じゃなくて、ね、男の猫はもういらないです。まあ、確か面白くないが、始めましょう。最近欲しいもの何？今一番欲しいもの。やっぱ男かな。あ、男ね。男ね。恋愛したい。恋愛したい。それね、ずーっとこ何年か言ってるよ。恋愛したい。なんかもう普通にスーパーマーケットとか買い物して料理作って普通にネットフリックス見たい。それだけでいい。それだけでいい。僕は求めない。求めない。はい、カリレちゃん。はい。料理でうっかりやってしまったこと。料理するもんね。あ、料理、ね、料理結構するんですよ。茶色いご飯が得意で。茶色おかずね。おかずね。茶色ご飯。おばあちゃんが作る。おばあちゃんが作るやつとか。あ、でも結構甘め。甘めだからね。そうね。そう、味のことは聞いてないの。あ、そう。やってしまったことだ。ゆっくりやってしまったこと。結構ちゃんといろいろできるからな。なんかとりあえずスライスしてみる。僕この間ずんだもんちゃん作ったのよ。あ、そしたら砂糖の塩を間違えてずっと塩を入れてたのよ。なんか砂糖もこっち塩だと思って砂糖入れてたらさ、やっぱり砂糖の方が多く入れるべきじゃん。うんうん、塩を入れすぎてさ、何をやっても甘くなんねえなと思ったら塩を入れてた。ああ、そこらへんも天然ぶりをな。天然ぶり発見しました。終わっちゃったね。じゃあズルーン。もし魔法が使えたなら何をする？え、透明人間になりたい。透明人間。ああ、わかるわかる。魔法でしょ、魔法使えたら透明人間だって。使い方わかる。なんか体育大学生とかの、そうプライベートの部屋に、あ、はいはい、寮で、なんか寮ずっと見てた。ずっと見てた。じゃん、学生時代の思い出。僕結構中学校の頃にあのダイヤル Q2 とか流行ってて、ああはいはい、電話ダイヤルありましたよ。そう、女のフリしとかして声出たから、その声ね。そう、女のふりしてヤーンとかで遊んでたの、公衆電話。そしたらその時に家の電話番号を教えてくれた男の人がいて、その人がよくエロビデオを貸してくれたの。たまたまその人がホモね。すごいね。でその人によくエロビデオを借りてたの。うちの近くまで来てくれるんだけど、でもそれじゃ言えないからね。すごいね。そのビデオを借りるために僕は差し出してたから。僕だけかな、こんなことやってたの。うん、ダイヤル Q2 面白かった。ダイヤル Q2 やったことなかったけどね。あ、そう、なかったな。なんか録音するやつ、録音するやつもあるんだけど。あ、そうそうそう、楽しかった。いろんな人と出会えた。はい、おすすめのアプリ。おすすめのアプリ、マイファンズかな最近。あー、エロい、マイファンズ。前でね紹介したんですけど、マイファンズエロい、マジでエロい。そこから登録した。私も登録しなきゃ。僕さ、もう結構家にいるじゃん今。僕課金めちゃくちゃしてるからね。カード
マイファンズばっかりだからね。すごいマイファンズ、マイファンズ、マイファンズみたいな。確かに私も課金してる。そう、あとオンリーファンズも課金しちゃってるよ。ああ、うん、はい、じゃあ次行きます。はい、ちゃん、はい、好きなミュージシャン。最近さ、この間も話したけどさ、うん、朝倉みくるくんが歌歌ってんのよ。歌わなくていいよ。本当にめっちゃいい歌歌ってるから聴いてほしい。うまいよ、うまいよ、うまいよ。みくるくんの歌めちゃくちゃいいから、これ見れたらお願いします。たらーまん、推しについて語ろう。もう語ったよ。推しはいますか？推しまたあんたら推し聞くの。竹内涼真くん、キンプリ岸くん。でも竹内涼真くんかっこいいよ。エロい、まあ、エロい、エロい、ね、竹内涼真カレー作ってたんだけど、あーねーねー、あれはなんなくていいよね。でカレーを熱く語ってたんだけど、そう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 、あれはなくていいよ、うん、なくていいよ、出てほしい、うん、そうそうそう、そう役者さんとかね。じゃあ他の人にしようか、はい、ドッキリは好き嫌い。ドッキリは嫌い、かけるのがいいね。ドッキリだ、ドッキリだ、分かんない時あるからね、なんかたまにね。うん、あんた僕の寝起き来たじゃん、家に。あ、行きました。あ、行ったね。あれ、あれ家族から怒られたんだからね。いい感じで。あんなおもちゃ出すな。ちゃんとしまっといてください、ね。しまって、この間見つかったわ、従業員に。あ、なんか聞いた、聞いた。この間お客さんの前で暴露されたわ。うちのね、あの洗い場のところに干しといたらね。干しといたのよね、それは。洗ってね、洗ってね。そうそう、洗って干しといたの。だからね、鍵持ってる従業員さんがお客さんの前で、はい、あれは何ですかって聞いたから、ただ説明しましたよ。こんなもんだね。はい、ってことで、ね、たまたま見つけたトークテーマルーレットっていうのやってみました。やってみました。そう、もうコロナがあるのでね、フラフラできないのでね、そうですね、3人トークで粘っていきたいと思います。ます。あと概要欄にお店の場所とか、あとあのインターネットじゃなくて、SNS 情報を書いてありますんで、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。